これはウズベキスタンの ケラミックっていうかセラミックで作られたものです。これめちゃくちゃでかい。これ私の手です。めちゃくちゃでかいです。かわいい。なんかいろいろあるけどお店の中に入ってみます。みんな何語で喋ってるかなってめちゃくちゃ驚いてます。可愛くないですか。わあ、ザクロだ。私です。アノールです。こちらはフェルガナさんの食器です。ウズベキスタンの町によって形も模様も違いますよ。こちらの店にはさまざまな人形やたくさんのお土産がありました。ウズベキスタンのカーペット、ラグはすべてハンドメイドでシルクから作られたものがとても人気です。私の手に鳥が普通に立ってて、それからうんこした。やばい。でもそれってお金持ちになれるらしいのでポジティブにいつも考えてます。お土産バザールから少し離れるとこんなところにやってきます。ウズベキスタンではよくカメやウサギをペットとして飼うことがあります。ウズベキスタンの伝統的なナイフ、ピチャックも大人気ですよ。そしてバザールで買い物しながら少しお腹空きますと、ウズベキスタンの食べ物を味見することができます。ウズベキスタンの果物のバザールに来ました。ただで、味を試すことはできます。こちらはチェリーです。うまい。うまいって言いながら自分の髪も食べちゃったその日たくさんの新鮮なフルーツを食べましたよ。めっちゃうまい。ママのサービス。どうした？今から行くところは乳製品がたくさんあるところです。で、それがこのドームの中に入ってるんですけど、実はですね、この結構涼しいんです。ドームの中は今から視察しますというか見ます。ドームの中が涼しいのでピクルスや肉も他にいろいろ販売しています。そしてですね、なんとバザールではめちゃくちゃ楽しいところといえば外にある屋台みたいな、カフェのことです。こんな感じです。でホットドッグで豚肉じゃないんですけどね、ケバブ。めっちゃいい匂いしてる。やばい。やって冷やして売ってる。こうやってみんなゆっくりして座ってで何も食べる気はないんですけどとりあえず一息休みしてます。私はコーラを飲んでます。1500スムで1ドルもしない、100円もしないです。あんまりお酒はウズベキスタンは飲めるんですけど、まあ、そこまで日本みたいに外とかであんまり飲まないのでコーラで乾杯。